旅立つ三匹の小豚三匹の小豚は民間伝承によるおとぎ話の一つである。この物語の出版は18世紀後半に遡るが物語そのものはもっと古くから存在していたと考えられる。1933年のウォルトディズニーによるアニメーション映画シリー・シンフォニーの1は三匹の小豚により有名になった。三番目の小豚は レンガで家を建てる母さん豚は3匹の子豚たちを自活させるために外の世界に送り出す。一番目の子豚はバラで家を建てるが狼がバラの家を吹き飛ばし子豚を食べてしまう。狼と子豚との遭遇は以下の有名なフレーズで記述される。ワンデイザウィッグバット・ウルフ・ケーム・ノックド、オン・ザ・ファースト・リトル・ピック、エス・ドア・セット・リトル・ピック、リトル・ピック、 レミーカムイン、アンドザリトルピックアンサードノー、ノー、アイオントレッドユーカムイン、ノットバイザヘア、オンマイチニーチンチン、ウェル、セットザウルフ、ゼンアイルハフアンドアイルパフアンドアイル、ブローユアハウスイン、ソヒーハフトアンドヒーパフドアンドヒーブルーザハウス、ダウンアンドエイトザリトルピック、日本語訳、ある日、大きな悪い狼が、最初の小豚の扉を叩いて言いました。 俺を中に入れておくれ小豚は答えて言いました。嫌だ、嫌だよ、入れてやらない。僕の顎、顎、顎のげにかけて中に入れてやるもんか。そうかい狼は言いました。それなら俺は腹を立て、プー、プー息を吹きつけてお前の家を吹き飛ばす。そして狼は腹を立て、プー、プー息を吹きつけて小豚の家を吹き飛ばし、小豚を食べてしまいました。 釜に落ちる狼二番目の小豚は木の枝で家を建てるが、やはり狼との同様のやりとりの末に一番目の小豚と同じ運命をたどる。三番目の小豚はレンガで家を建てる。狼はいくら息を吹きつけてもレンガの家を吹き飛ばすことはできなかった。狼は三番目の小豚を家の外におびき出そうと企むが、小豚は常に狼の裏をかく。最後に狼は、 煙突から忍び込もうとするが、三番目の小豚が用意した煮えたぎる鍋一杯の熱湯に飛び込んでしまう。釜茹でにされ、死んだ狼を小豚は料理すると、そのまま食べてしまった。それから、小豚はずっと幸せに暮らした。この物語の中で用いられるフレーズと得られる、教訓は西洋文化の伝統として受け継がれてきた。近年の番では、他のおとぎ話と同様に、 この物語もオリジナル版より恩恵な内容に差し替えられ、狼と小豚はお互いに食べ合ったりはしない。一番目と二番目の小豚は三番目の小豚の家に無事逃げ込み、狼も熱湯で大やけどを負い、悲鳴を上げながら山へ逃げ帰っていく。懲りで乱暴を止めた狼と小豚の兄弟が和解し、仲良く助け合う。というストーリーが主流である。 このおとぎ話は1812年に初版が発行され、1857年まで複数の加工された版が重ねられた、ヤーコプグリムとビルヘルムグリムによる童話集、グリム童話に収録されている、狼と7匹の小ヤギといくつかの共通点を持っている。3匹の小豚と大きな悪い狼の物語は、イギリスのシェクスピア学者、 ジェームズ・オーチャード・ハリウェル・フィリップスにより1843年に初版が発行されたナーサリー・ライムズ・ナーサリー・テールズに収録されたことで19世紀後半に広まったと考えられる。この物語のバリエーションは共にジョエル・チャンドラー・ハリスによる1881年のウサギ・ドンとキツネ・ドンと1883年のナイツ・ウィズ・アンクル・レムスに見られ、 これらのバリエーションでは子豚たちはウサギドンというキャラクターに置き換えられている。最も知られたこの物語の形式はほぼ間違いなくジョセフ・ジェイコブスのイングリッシュ・フェアリー・テールズによるものである。この本は1898年に初版が発刊され、資料としてハリウェルの名が記されている。ありがとうございます。